あのウォーレン・バヘットさんがまあ率いるバークシャー・ハザウェイがですね、でそういう中で、まあ、ウォーレン・バヘットさんというのは自社株買いを20年、21年というのはやっていたんですけれど、大幅な投資、新規の投資というのは、どちらかというとあんまりやってなくて、まあ、ここに来てですね、積極的に買い始めてると、特にこの2022年の1月から3月期にですね、約5兆円。 400億ドルを超える買い越しになったっていう、ちょっとずいぶん極端ですよね。まあ、アメリカの株式市場がその間、ぐっと下げてきた。そういう中でですね、株を買い越したという発表も同時にやったと。じゃあ、何を買ったのか、アメリカのエネルギー大手のですね、えー、オキシデンタル・ペトロリアム、14%保有したと。あと、また、アメリカの石油のメジャーの一角であるシェブロン。 21年末時点では45億ドル投資していたのが、あ3月末時点では259億ドル、ですから400億ドルのうち259億ドルもです、ね、シェブロン買ったっていうんだから、まあ、まあ随分極端ですよね私も皆さんにこの YouTube でエネルギー株をずっとお勧めしていて、まあ、日本株だったら、 石油、まあ、原油に連動する株ということでですね、特にその中でもインペックスですね。これを買ったらどうかっていう、あの、話をもうしてきていますが、バフェットさんも、まあ、結構極端にやっぱり、あの、インフレにかけているということですね。切り抜きいかがだったでしょうかこの動画の概要欄の方から、株式投資と政治を学ぶ竹チャンネル。 のリンクを貼っていますのでチャンネル登録もお忘れなくそれではまたライブ配信で会いましょう